ありがとうございます。今日はね、リーグ戦第3節ということで、やってまいりました。今日のお相手が、いつもね、4月に行われるクラブチーム選手権で2年連続でね、続けてるチームですね。今日はね、もう3度目の正直というところで、絶対勝ちたいですね。そして、リーグ戦自体も初勝利掴んで、勝ち点3取って勢いつけていきたいですよね。今のところ、2戦を終えて1敗1引き分けということで、勝ち点1かな、今あるのが。まあね、まだ初勝利がないんで、もう今日こそはね、勝利を掴んでいきたいと思います。というところで、恒例のコンビニでね、バナナを買ってちょっとエネルギーチャージしていきたいと思います。試合前ね、やっぱりあんまがっつり食べると動けなくなるんで、俺は基本的にね、このバナナとこのレッドブルですね、レッドブルしか飲まない。まあてなわけでね、今日も気合い入れて楽しんでサッカーやっていきたいと思います。ぜひね、最後まで見てってください。では行ってみよう。ヒットするよ、地味だな。しっかり当たってすごいね。おはようございます。今季加入した藤野和也でございます。前はどこでプレーしたんですか？前は海外で。海外でプレーした。そしたら出身校教えてください。出身は矢板中央高校。矢板中央高校、はい、矢板中央高校から海外行って、海外で一回ちょっとサッカー引退して、はい、感じですね。元気復帰だね。今いくつだっけ？今年21になりました。今日は長所教えてください。精神的に今季の意気込みを教えてください。今季は2桁ゴール目指して、2桁ゴール頑張ります。先週の第2節で公式戦初ゴール、スーパーゴラッソを決めたので、藤野和也君に注目してください。おはようございます。おーちゃん、おはようございます。おはようございます。今日の意気込みを教えてください。ラルラロって言ってる。ラルルラララ。お疲れ様です。お疲れ様です。ヤギさん、こんにちは。相手チームのヤギ選手。どうも。ヤギ選手って何？ヤギ選手って何？名前なんだっけ？うちら2年連続負け越してるんで、今日は3度目の正直ということで勝ちたいですね。いやー、3度目も勝っちゃいますよ。うちらの若い子が。いや本当に。平均年齢いくつ？平均だいたい25。俺でも最年長。最年長だもんね、俺らね。そう。いい試合しましょう。お願いします。お手柔らかにお願いします。Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly, I'm willing to put in the fucking hours. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it.
won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. はい、お疲れ様でした。はい、今日の試合結果はね、1対2負けということで、2年連続ね、負け越してて、3度目のね、正直は達成ならずということで、試合内容的にはね、前半1対0で折り返して、後半の最後の方までは1対0で勝ってたんですけども、セットプレーからどんどんって2点決められてね、逆転負けということですね。まあ、またね、2、3週空くんで、次は7月の10何日とかになるんで、まあ、そこまでにやっぱ自分自身本当に課題もいっぱいあるし、もっともっとサッカー上手くならなくちゃいけないなっていう風に毎回思うよね。本当に3節終えて1引き分け2敗ということで、まあ、次こそはね必ず勝利で終わって、まずはね勝ち点3を取っていきたいかなっていう風に思います。はい、今日もね見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。